はい、それでは碧南市最後の自販機を見ていきたいと思います。ここも結構多いからさらっと流す感じになりますね。はい、碧南市は最も多いですね。はい、それでは行きましょう。ここはちょっと値段が高めですね。はい、全体的に値段が高めです。100円のものもありますが、はい、年代ちょっと値段 が高めの印象ですね。はい、こちらは中間ですかね。はい、こんな感じですね。はい、おお、こっちは面白いのが多いですね。はいはいはい、こんな感じですね。はいはい、こちらも中間の値段、ちょっと高めの値段になってますね。はい、最近物はどんどん高くなってますね。はいはいはい、こんな感じです。はい、アイスは自販機セブンティーワンですね、 MT ですね。はい、ちょっと値段が上がってしまいましたね、全体的に。はい、値上がりです。あ、タバコはありますけど、ウプ主は吸わないので割愛です。よし、最後ですね。はい、こちらは何でしょうかね。あ、IC カードが使えるタイプの自販機ですね。はい、さらっと見ましたね。お紅茶ガレンのフルーツ味があるのが嬉しいですね。はい、こっちは CC レモンやら、天然水やら、充実してますね。はい、ボスのブラックコーヒーや、あ、スッキリともともいますね。嬉しいですね、ここは。はい、以上です。それがあるここはどこかというと、北新川駅です。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。はい。